皆さんこんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日2027年7月の30日、大阪万博についてなんですけども、大阪のその万博について経済界が700万枚ほどの券を、経済界で購入すると、そういうふうな内容が、記事で出ています。もともとは会社で言うと、会社で扱ってるものを従業員に押し売りしちゃダメなんです。だから700万枚購入もありえないんです。その考え方をしっかりと続けていけば。だから最初から万博なんか開催しなかったらいいっていうことになるんです。需要と供給でも。もうこういうことなんです。ね。みんなのお金使って、せっせせっせとピン跳ねして、ね。日給歩合できたが人材派遣業法で。今までの社会経歴見ないで基本給ベースアップしてあげないで、でこういうことを行ってたって、結局こういうことなんですよ。だから早急にそれもやめさせてください。その方がいいです。結果的に入場者数がもう本当は開催しないが一番いいんですけども、今すぐ、万博やめますの方向が良いのです。でもしそれができなかったら、散々たる、入場者数だったみんなから、インターネットとかで言いたい放題言われる。もうそれぐらいでいいと思いますよ。で、その記録を残しておく。以上です。